はようございます。西粟倉村の山根です。今先ほどね、ミスターマイアミさんからちょっとこう僕の動画に対するコメントいただいてね、昨日ちょっとドライブする動画でちょっとクマにの出没注意みたいなサムネイルでドライブ動画を上げたんですけど、そのね、ドライブ直前にですね、村内放送で、こう、またクマが出たっていうことで、ちょっとクマと遭遇しないかなって思いながら、ドライブしてたんですよ。それで、ね、最近ですね、こう、2、3回、もう毎年、こう、村内放送で、どこどこ地区にクマが出たので、住民の皆さんは気をつけてくださいっていうのがね、あって、まあ、結構、クマが出るんですよ。クマが出るって言っても、僕はね、今まで、こう、クマ、一回だけ、こう、子グマが走ってるのを、こう、見たぐらいなんですけど、大概、まあ、子グマがいたら、こう、親がね、すぐそばにいるから、気をつけた方がいいっていうことと、自宅付近に、こう、クマの餌となるようなものを置かないっていうのが、基本な、だそうです。まあ、幸い、こう、家の周りに、こう、クマがこうやってきたっていう感じはね、今のところないんですけど、まあ鹿とかね、そういうのはもうしょっちゅう裏山にこう懐中電灯で照らすとすぐ出てきたり、道走ってるとクマにボーンと当たったり、事故したりね、そういうのはあったりするんですけど、そうですね、そのさっきの質問なんですけど、クマに遭遇したら、どうしたらいいかというと、多分ね、こう、昔はなんか、死んだふりをしろとか言ったみたいなんですけど、その、状況にもよると思うんですけど、熊がもう、ちょっとこう、何メートルか、まあ、仮に10メートルぐらいにいたとしたら、もうゆっくりとこう、後ずさりをしながら、こう、逃げていくって僕は聞いたんですけどね。それでね、今、そう思い出したんですけど、やっぱり熊が出るっていうことで、こう西粟倉村では小学生とかがこう通学するじゃないですか。その時にね、ランドセルにこう熊よけの鈴、チャランチャランチャランって鳴るやつをね、つけてこう登下校してますね。他の地区の皆さんもそういうことがありますかね。まあ、小学生、この鐘の音が鳴ったら、あ、小学生が今帰ってるんだなとかね。あれが熊よけに、熊よけの、こう、鈴っていうかね、をつけて、登下校してます。という感じで、ね、ミスターマイアミさん、コメント、コメントありがとうございました。これからね、ちょっとね、買い物に、ちょっと、行ってこうかなと思うんですけど、そのついでに、まあ、西粟倉村もこう、商店は、今3軒ぐらいあるんですけど、ね、前はもう少し5、6軒ぐらいあったんかな。だんだんこう、店を畳んでいっちゃって、今はまあ、お店が3軒、あって、もう頑張ってやっておられるんで、こう、やっぱりね、どうしても、こう、鳥取とか、こう、兵庫県に道路が行きやすく、こうね、着いたんで、その、買い物しに行きやすいじゃないですか。それで、すぐ行けるんで、そこでまあ買ってきたり、っていうことになってますね、今は。でもまあ地元のお店にも、皆さん行かれるんですけどね。行かれるんですけど、こう、ちょっとお酒買いに行くとか、ちょっと遊びがてらに行ったついでに買い物に行くとか、便利になったんでね、鳥取に行ったり、兵庫県に行ったりするのが、うん、っていう感じですね。そんな村に住んでます。ということで、これから買い物行ってきます。ではまた放送します。